対決策サクセス実況37回目、戦う選手はオリックス所属の山本由伸と対決だ。この選手今季結構やばい成績残してますよね。先発に転向してパリーグトップクラス、いや日本球界トップクラスの成績を現時点で残している。それでいて高卒3年目ですからね、非常に若く今もすごいが、これからももっと力をつけてさらにすごいピッチャーになるかもしれない、そんな投手と今回は対決だ。現在のパワープロでの能力はこんな感じ。最速は154キロ、コントロールスタミナは C で、変化球は3つ、スプリット、カットボール、ドロップカーブと変化量もそこそこ高いですね。で特殊能力もクイック C、 リリースもある、球持ちもある、球速安定、回復 C で、赤徳はシュート回転のみですね。いやもう弱点という弱点が現時点でない選手なので、やっぱりなんとでも回せばヤバめな成績残してくるんじゃないでしょうかね。ただリアルな山本全然勝ててないですよね。それはこのパワープロでも再現されてて、おそらく僕の選手にしろ山本にしろ今回なかなかあまり勝ち星がつかない、残念な対決サクサク数になるんじゃないかなと予想するんですが、まあそれは回してみないとわからないので、今回は2人の勝ち星の部分にも注目していただきたい。で選手を作る際は球団設定はもちろんオリックス、持ち込みアイテムは球速強化カードと、あと変化球強化カード2枚を持ち込み、山本を超える選手作ろうぞ、レッツ対決サクサクセス。ステージ11、初期能力はこんな感じ。シンカー変化量2がついてて、ピッチャーにしたらだいぶ高いスタートですね。まあ、ここから山本由伸を超えるため日々頑張っていきましょう。おお、いきなり宝箱出現で、どこそこを取りに行く、当たり前で、ガンダムもいますからね。カードよこせー。球速強化カード、変化球強化カードは持ってるからくれんなよ、ありがたいチヤホヤカードですね。まあオリックスの選手ですから言うほど特殊能力持った選手はいなさそうなんですが、あっておいてマイナスではないですからね当然。どうしようかなこの場合、一回シャックル踏んでみようかな。ちょっとね、青だけの感じ欲しいんだけど、まあいいか、とりあえず、はいはいはい、青踏んで力つけて能力を上げて、ステージ1はこれで終わり。いいスタートだったね。まずステージ2、なんかイベントとか起こってほしいですね。ここ最近特にイベント起こらず淡々と選手を作って終わることが多いからね。でこれチヤホヤカードのおかげで選手がいっぱい出てきている。田島と東明と山田、まあ、山本由伸も出てきてくれるんじゃないかな、チヤホヤカードのおかげでね。この3人なんか特殊能力くれ、頼むよ。会う以上は何かよこせい。お、いいですね、回復し、ついていてマイナスではない。で田島にも会いたいんだけどね。どうしようか、一回シャックル踏んでみようかな。いい感じでばらけて選手も近くに来てくれたらいいんだけど、だいぶ遠い方行っちゃったね。なんか会う気ゼロって感じ、あの選手から感じられないね。ならばもうええわ、会わずに先進むよ。いいですよ、球速はもうすでに138キロですからね。ただ問題は変化球の部分ですね。シュートが新たに追加されて、今シンカーとシュート、どちらも変化量としては大したことないから、こっから上げていかないと。強化カード持ち込んでるんでね。あ、第2変化球パネルがありますね。まずはこれを組んで、シンカーにシンカーがついたんだね。 H シンカーじゃないんだ。例えばサークルチェンジとかもありますからね。その手の球ならよかったの、意味ないやん。まあ、変化量が違ったら武器にはなるだろうけどね。賢くはないですよね、賢さゼロって感じ、弱いですねそんな人間は。あーで待て、こっちから行ったらあれか、マイナスおにぎりパネルがあるのか。奪三振がついたのは嬉しいけども、いかんいかん、こっちから行けんね、遠回りになるけど、こっちから行こう。でそこに特化パネルがあって、今は請求か、もうこの場合しゃあないね。全部青パネルが請求力変わりますが、コントロールも大切な対決サクサクセスなので、上げていけばいいんですけども、なんでこのタイミング、この直線上に降りてくるんでしょうかね。はめれるか、どうだ、え、まだ逃げんの。あ、でももらいましたね、角にはめたので。オーケー、特製ドリンクかゲットか、どうだ。はい、オーケー、特製ドリンク買いゲットで、体力かなり回復。あぶねえ、危機一髪な状況だったぜ。首飛んでいってもおかしくなかったわ。体力超回復、かなり温存できてますね、体力の部分は。いいですよ。あ、でこれ組めば全部青パネルが急速に変わるので、球速パネルを組んで142キロ到達ですね。さあ体力も温存できていて、能力もステージ3までなかなか高い。ここからどれだけ高くできる、特殊能力も手に入れられる、頑張るぞ。このステージでもイベントは特になく、選手は振動と、なんていうの、ちょっと読み方が分かんないですけども、なんかいますね。振動さん、トゥーシーム、くれ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 中やぞ俺は今。よこせや、蜂蜜ください本当に、クソが。
でどうしようかなこのステージ。うんとね一回シャッフル踏んでみようかな。やる気上げてシャッフル踏んでいい感じでばらけてくれたらいいんだけど、なんか悪い感じでばらけたね。だいぶ遠くの彼方の方行っちゃったね。まずは宝箱優先の前にお前降ってくる。うわーゴール近辺。これもう一回シャッフル組んだ方がいいかもしれないな。野球人間で特殊能力高速チャージ根性丸がついたが、あんまペナントでは役に立たないかな。どうしよう、絶対踏んだ方がいいよねこれ。シャッフルでゴール周辺から離さないと。でもなんかまためんどくさい位置にいるぞあれ。金縛りとかないの。青パネル消滅、まだまだ踏んでいく予定だったのに。まあもうこれは迷わずゴールに行くことだね。あ、野球マン1号ここで登場ですね。できればステージ5で出てきてほしかったが、あ、で下にいるアエリュー、イエイエース。さあ体力もやる気もそして能力もアップ、だいぶ強くなってるがまだ力は必要だ。お、うわーもう持ってるカードはいらへんよ。持ってないもの欲しかったんですけどね。まあこれで終わっときましょう。いや足りないものはたくさんありますよ。まずスタミナですね。最低でも C は欲しいし、あと変化球、武器と言えるものも言うほどない。ほんで球速、そこも山本由伸分現時点で劣ってる。じゃあ最後に上げりゃええやん。簡単な話できればいいんですけどね。で新たな変化球パネルがありますね。スライダー方向取っておきたいんだが、ちょっと待てよ、これは一回シャックルパネルを組む必要性があるな。だから降ってくるスピード世界一かお前よ。ギネス記録やないか。待機分がかなり悪い。もう何もかも噛み合わないよね、意図的というか。はい無地パネルもこれです、これです。時刻の始まり、もうこれだとどうしようもありませんね。もう彼ははめる以外の選択肢はないですから、はめてやりましょう。もうすごい勢いでこっち来てるんでね。どうだ、はめましたね。で特製ドリンクだぞ。よし、これで体力超回復、ほぼマックスに近いものになったので、さあここから気分を取り直してね、取り替えてまた強い選手作っていきましょう。体力また超回復、それよりもちょっと赤が増えた分消してほしいんですけどね。どこ行くにしても赤が目立つよ、鬱陶しくてしゃあねえわ。体力回復でついた変化球はスライダーですね。制球力に関してはもうかなりやばい、球界トップクラスだわ。ただそこじゃのうて、そこじゃのうて、もっと他に欲しいの。球速が156。どうしようかな。うわーまたスタミナ下がる、一番重要なとこなのね先発ピッチャーでは。体力はあるけどスタミナがない、これやっぱハテナパネル組んであげるべきだな。請求はあと1上げれば100到達、マックス到達だよ。これで100到達ですね。わーお、かなりやばい、請求力はある、そこはあるのは認めるけどそこだけって感じだよな。ハテナパネル踏んでみましょうか。これね踏んでどうだ、急に気分が悪くなる、ならないだろう。もうおしゃれはゴール近辺の青パネルを踏んで終わる以外の道はないので終わり。今回の対決方法はオリックスで同じペナントで1回回して単年の成績を比較し公平に勝敗決めていきます。起用法は僕の選手をローテーション1番手のスタミナの限界、そして山本由伸をローテ2番手スタミナ限界でいきたいと思いますのでね。起用法は同じなので出る成績に違いがあるとしたらそれは能力の差じゃないでしょうかね。いや今回作った選手かなりいい選手が出来上がりましたよ。制球力は S のマックス、それだけじゃなくてスタミナもまあ最低限手に入れた、球速も速い、変化球も一つ一つは大したことないんですけども、ただまあ第2変化球含めて4つ持っていること、特殊能力も奪三振、根性丸、回復シートついてますからね。で山本由伸の能力がこれ、ここ最近勝つ負けるにしても能力の時点でさ勝ってるっていうのがあんまなかったのね。ただこれはね僕の選手と比較した時にどっちの方が能力高いかというと多分こっちの方が高いですから、僕の主観ではね。だから正直やる前からなんか勝ってる気でいる俺がいるんですけどもね。ほんで今回は動画の冒頭でも言った通り、このオリックスというチームでどっちの方が勝てるのか、そこにも注目していただきたいね。ちなみにオリックスの野手陣はこのようになってますからね。メネセスも打順3番で使いますから、この野手陣が2人の投手にどれだけの援護をくれるのか今から見守っていきましょう。僕の作った選手&山本由伸1年のシーズン開幕試合。
1年のシーズンが終了しました。今回もパリーグの投手ランキングから互いの成績確認していくからね。もしかしたら2人とも能力のある選手ですからね、パリーグの最優秀防御率とかいきなり受賞してる可能性もあるが、どうだろうか。成績オープン、ダダダダダン。どっちが上にある？まず俺の選手いましたね。防御率は 3.06、 まあ置いといてこれは。で続けて山本由伸もいましたね。防御率は 3.97 と同じく規定投球回到達してますが、防御率からいきなり差が出たね。まずは僕の選手から確認していきましょう。155イニングを投げての防御率 3.06 はパリーグ2番目ですからね。てか全体的にやっぱほんと高いね、今作の防御率はね。まあそれだけ打高ってことなんでしょう。でその中騎士が 2.27 残してますから、これ結出度えぐいですよ。イニングもやばいし勝利数もやばいですね。まあ対照的に僕はこの防御率で8勝6敗、パリーグ2番目の防御率を叩き出してるやつが8勝しか上げれ勝率も5割7分1、チャラいよね。だってあのオリックス打線だもんね。理由わかるやん。後で数字確認するけど、確認するまでもないやん、どれが何が理由かっていうのはね。はい、残念ながら冒頭に注目してくれと言いましたけども、まあ予想通り勝てず8勝程度で終わるということになりましたよ。何のネタにもならんわ。普通って感じ。感想普通です。で登板24試合で完封1、完投1。まあこの辺はやっぱね、この選手スタミナがまあ欠点というかね、もうちょっとあれば増えるんだろうけどね。まあ1個達成してくれてよかったですよ。 QS18 で率は 75% と高く、 HQS は6個で率は 25%、 うん、まあどちらも平均以上はあると言ってもいいんじゃないでしょうかね。で奪三振147個、三振率は 8.50、 フォアボール45個で四死球率 2.60 か。制球力が S の100でしょ。野騎士のような四死球率、いやもっと低くあってほしかったですけどね。なんか能力とリンクしとらんな、ここだけ見るのであればね。で打者649人に対して基本塁打9本、率は 0.52、 被安打136で被安打率2割3分1、得点圏は2割4分、対左2割5分5厘で、ウィップは 1.17、 その他このようになってのフィニッシュということになりました。で続けて対戦相手の山本由伸を見ていくと、防御率は 3.97、 今リアルな世界でね、パリーグトップクラス、いや日本球界トップクラスの成績を残してる選手なんですが、ただコンペナントで見るのであれば、この防御率ランキングはリーグ9番目、まあ、全体的に蛇行な世界ということを考えれば9番目の防御率ですからね。まあどうなんでしょうかね、準トップクラスと言ってもいいんでしょうかね。ただトップではないですよね。で143イニング規定投球回ギリギリですからね。その中7勝11敗、まあでもしゃあないよ、これは援護がないチームでね。まあこの 3.97 という数字は9回まで投げれば約4点は許すっていう計算ですからね。約4点も許してたら、ソラオリックスというチームでは11敗して7勝しかできないのも納得な話。登板は僕と同じく24試合で、その中完封完投は 1QS13 で率は 54%、 HQS5 個で 20%。 ちょっとこの QS 率は平均ギリギリラインってところかな。もうちょっとあればもうちょっと勝てたんじゃない、いやそうでもないか、多分勝ててねえわ。で奪三振144個で三振率 9.06、 フォアボール44個、デッドボール3つで四死球率は 2.96、 打者624人に対して基本塁打12本、率 0.76、 被安打155で被安打率2割7分6厘、得点圏では2割5分、そして対左は3割0分7と、あのカットボールがあるのであれば、より左を得意にしないとダメなような気がするんですけどね。左にめっちゃ打たれてますね。右に打たれるより左に打たれる率の方がダントツ高いですよ。でウィップ 1.39 で、その他こんな感じでのフィニッシュ。失点と自責の間も5点ありますから、守備にも悩まされたって感じなんでしょうかね。いやトータル的な部分で言うのであれば、リアルな山本の輝きをこのペナントで見せつけることはできなかったって感じですね。続いてオリックスの野手の成績を見ていくとですね、結構いいんだよね。まず4番の吉田が3割4分9厘、24本塁打、79打点。でその後のプロ1年目の頓宮もね、2割7分5厘、21本塁打、72打点と、4番5番は打っている。あと T 岡田もいいですし、1番の福田もいいよね。
このリードグマンがいてこのクリーンアップがいるのにもかかわらずなんで5位なんだ、なんで援護がないんだ、おかしくねえか。まあそれはですね、例えば打順2番の西浦1割8分9厘これフルで立ってのこれですからね。あとメネセスも言うほど打ってない。ほんで最終的には一番下の足立さん、プロ野球ワースト記録を作ってますからね、1割4分3厘だからひどいやつといいやつの差がめっちゃ激しいので、それをチームとして見るのであればやっぱ弱いですよね。だから援護もなく結果を残してるピッチャーに勝ちがつかず、チーム自体の順位も低いというわけだ。例えばこれが強いソフトバンクとかならほらチーム全体としてまとまりよく打ってますからね。なんで飛び抜けて成績の高い選手もいる。日ハムとかもどうだ、結構いいんじゃないですか、全体として見るのであれば打ってますからね。まあこの野手成績を比較してたらこのチームではもう全盛期のダルビッシュでもマー君でも勝てないんじゃないかな、そういうレベルっすよこれ。両選手の成績をこれから比較していきます。勝ってる指標負けてる指標も色別に分けてみましたけども、まず互いの成績をパッと見て思うことっていうのはやっぱり勝てないっていうのは辛いことなんだなと改めて思いますね。どっちもいい成績、これがソフトバンクならどっちも逃げた記録してるのにっていう悲しみな感情が非常に押し寄せてきてます、大きな波のようにね。まあそこは一旦置いといて、どっちの方が優秀かというのであればまあ分かりやすく出てると思いますけどね、同じ3点台ですけども、その中身が全然違くてこっちが 3.06 と 3.97、 ぶっちゃけこの差で勝負ありな感じなんですけどね。それでいて投球回もこっちの方が多く、まあ防御率がいいので勝ち星とか勝率とかもこっちの方が多いですよね。内容の部分で見ていっても QS、HQS 率でも優れてるのはこっち、奪三振を取る能力くらいじゃないですか、率で負けてますからね、数としては勝ってますけどね、そこくらいだけで後の部分ではもうね、内容も結果も圧倒してるっていうデータが出てる以上、対決の決着はついてるようなものですね。結果発表といきましょう。通算23勝目、今作初の山本由伸との対決、白星を飾ることができました。何度も言うように指標に分かりやすい差があったからね、今回は迷いなく勝敗をつけれましたけども、ただ本当の勝利とは言えないな。今の山本も強いですが、ただ今後のアップデートでさらに強くなることはもうすでにこの時点で約束されているからね。だから次強くなった山本との対決の時にまた勝てるのか、そして次の対決が互いに2桁上げれるのか、そこも注目ですね。やっぱね、胸クソ悪いっすよ、たとえ勝ったとして負けたとしてね、どっちの選手も2桁勝利上げられてないっていうのはね。だからなんか対決には勝った、結果として勝ったけども、なんかどちらも負け組って感じな雰囲気があるので、次回対決は強くなって山本と対決してどっちも2桁を上げれる世界を作った上でまた勝利できるようなね展開を作り出せたらななんて思いますので、次回山本由伸との対決また注目してみてくださると嬉しいです。今回ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、また会おう。